緊張します。どんな話をして僕のこと知ってますか？いや実はよく知らないです、ごめんなさい。そうでしたか、ぶったみたいな面してな。普段お仕事は一体全体何されていますか？自宅にこもってての仕事はお仕事が覗けます。そんなに楽しい事もあるんですね。はい、そのおかげで給料の一部がルーズ持ってます。好きな食べ物は何？ハンバーグ。なるほど、ためになること言うな。好きな動物は何？犬。ところで揺さぶられますね。ところで、あなた誰ですが、植物神様たちですが、この会話聞こえてますが、本当は全部一人ごとなんですが。これあなたの作品ですか、知っています？おお、ほんとですが、恐縮です、ありがたいな。いいえ、カットをしもした関係のするつもりなさで嬉しいです。ちょっとガソリン飲みませんか？いつも作文を完成より悪事をものですか？強気を出させて弱気をくじって仕事を燃やしてます。そう、無理かの仕事もあるですね。愛想のおかげでいつでも命を狙われてます。好きな果物は何？パイナップル。なるほど、やっぱり夢があるな。好きなスポーツは何？バレー。いちいちがんちくがあるね。ところでやっぱりダメですが、カリスマイカ様だけですが、この会話見えてるんですが、本当は雑誌に載ってないですか？そうだ、スミスダイラン。誰か話を聞いてくれ、ポリシーとか言わせてくれ、宣伝込みの線でくれ、ところで私ダメですか、明けの存在ですが、生きていて楽しいですが、そんなことをしたこっちゃないですか。ゴージャスのゴーはこの塩のゴー、ゴージャスのジェーはジェコネのジェー、ゴージャスの伸ばし棒は置いといて、ゴージャスのスーは酢飯のスー、ビッグのビはリンゴのビ、ビッグのツーはちっちゃいツー、ビッグのグーはすごく虫のグー、ゴージャスビッグ大団、これにて